リカルド・アンドラーでクアレスマ・ベルナルドは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。プリメーラリーがビトーリアイス C 所属。ポジションはミッドフィールダーで、主に左右のウィングとしてプレーしている。ポルトガルでの発音は、クアレズマか、クアレジュマに近い。ポルトガル代表。優れたプレイヤーを輩出してきた、スポルティング CP のアカデミーの出身であり、先輩に、ルイス・フィーゴ、後輩に、 クリスティアーノ・ロナウドやナギラがいる。スポルティング CP のアカデミーの練習生を経て、2000から01シーズンに B チームでデビューし15試合に出場。翌2001から02シーズンにはトップチームのメンバー入りを果たし、FC ポルト戦でリーグデビューを飾ると、中心選手として活躍、当該シーズンのリーグとカップの W 優勝に貢献。 続く2002から03シーズンも31試合に出場し5ゴールで一躍脚光を浴び、シーズンオフにリーガーエスパニョーラの名門 FC バルセロナに引き抜かれた。2003から04シーズン AC ミランとのフレンドリーマッチでデビュー1得点を挙げる上場のスタートを切り、序盤戦は4から2から3から1システムの右ウィングとして先発を任されたが若さを露呈し、 満足のいくプレーはできなかった。シーズン後半には4から3から3システムを変更し純粋なウィングではなくよりフォワード的な選手が起用されるようになると先発出場の機会が激減した。フランクライカールト監督と起用法をめぐって対立し、シーズンオフにはデコとのトレードで FC ポルトに移籍することになった。リーグ戦では22試合に出場し1ゴール。 また、シーズン最終週で、足の甲を骨折し、噂されていた UEFA ユーロ2004と U-21 欧州選手権の両方に、欠場することを余儀なくされた。ポルトでは、2004から05シーズンは32試合に、出場しご得定を上げ、リーグ2位に貢献した。翌2005から2006年シーズンには、ドリブルだけではなく、クロスから、 多くの好機を演出しリーグのアシスト王となり、29試合に出場してリーグとカップの2冠に大きく貢献した。活躍が代表監督ルイス・フェリペ・スコラーリの目に留まり、2006フィーファワールドカップの予選で招集を受け試合にも出場するものの本大会のメンバー入りはならなかった。2006から07シーズンにはリーグに連覇を達成した。 自身も26試合に出場し6得点を記録し、年間最優秀選手を受賞。技術的にも、精神的にも成長を見せ、代表も継続的に呼ばれるようになり、左右のウィングとして、先発出場も増えた。シーズンオフには、リーガエスパニョーラのアトレティコ・マドリードや、プレミアリーグのリバプール FC といった、ビッグクラブへの移籍も噂されたが残留し、 リーグ3連覇とチャンピオンズリーグでの躍進を目指すこととなった。インテル時代のクアレスマ2008年8月に移籍期限ギリギリでイタリアの競合インテル2860万ユーロという高額内籍金、加えてペレのトレードということで加入した。ビッググラブでプレーしたいという本人の希望に加え、インテル監督に就任したモーリーニョが強く求めていた選手の一人であったが、 2008年度は、ポルト時代ほどの活躍は見せておらず、初めてのセリエ A に大苦戦。そのため、ラジオ局のリスナーが選ぶ、イタリア年間最悪選手賞である、金のバケツ賞を受賞。その後は、チャンピオンズリーグの登録メンバーからも外れると、イタリアでの挑戦は散々な結果となってしまった。2009年2月冬の遺跡市場で、期限ギリギリで、チェルシー FC に、 レンタル移籍するが、出場は、数試合に止まり活躍は見られなかった。シーズン終了後に、ジェノアに放出されそうになるが本人が拒否し、インテルに復帰した。復帰後は引退したフィーゴがつけていた背番号、7を引き継いだ。だがチームは3冠を達成したもののわずか13試合の出場に終わり、シーズン終了後に、 トルコのベシクタシュ JK 移籍金730万ユーロの3年契約で移籍した。ベジクタシュでは所属1年目の2011から2012シーズンは21試合に出場し国内カップ戦で優勝した。しかし2012年12月19日ベシクタシュとの契約を解除した。2013年1月に UAE リーグのあるアハリに加入した。しかし 2013年5月に契約を解除した。あるあはり対談後、無所属の状態が続いていたが、2014年1月1日、5年半ぶりにポルトに復帰した。2015年7月、ベシクタシュに復帰した。2019年8月29日、カスムパシャイス経営の完全遺跡が発表された。代表では、2003年にデビューを飾ると、徐々に出番を得ると、 2007年からはコンスタントに出場し UEFA を欧州選手権に3大会連続で出場するなど代表に定着した。ユーロ2016ではラウンド16のクロアチア戦で決勝ゴールを挙げるなどポルトガル代表の初優勝に貢献した。FIFA ワールドカップには2018年のロシア大会に34歳で初出場を果たすと グループリーグ第3戦のイラン戦で一得点を挙げている。ポルトガル代表でプレーするクアレスマ、ありがとうございます。